ナイフ、どういうことよ。この辺全然平和じゃない。まるで見込み違いさ。あ、いや、所長、治安がいいのは結構なことかと。ダメよ。そんなことで検挙率ノルマ達成なんてポポポのフーだわ。そのノルマ発表。私の嗅覚によれば、この辺絶対なんかあるはず、あるはずよって。ほら、あそこ、あそこ人だかりでなんかやってるわ。喧嘩かなんかよ、あれ。本当ですか？スカーレット警察、現場へ急行。スカーレット警察がなんぼのもんじゃ。ダンスバトルはあたいらゲットモンの心の氷結温泉や。いくらポリでも邪魔は許さへんで。あたいの足技見さらせやー。ダンスのチャンスにパンクなランプであんたのマウスをアングになんちゅうファンキー。ダンスに愛魚の小指をガンツってファンブルもやるけど、あたいは年中ダンス。ちょっとは踊れるみたいね。ダンスのチャンスにパンクなランプで、あんたのマウスはアングリなんちゅうファンキー。あたいが結構前からここではよろしくやってるクルーさ、名前はチラだ。ビートにヒートの風。宝が取った。ハートにパートなんか来る。イボーソサカキュー。ビートにヒートの風。朝からダンスだ。これがレイクフェアリーグルー。あたいらは最強クルー。ドライヤー、これがレイクフェアリークルーのフットワークや。ああ、ダンスで済んだら警察はいらんのじゃ。所長、ここは私が。いいわ、スカーレット警察も死ぬだけど、ここは私が出るしかないよね。ゲットボール。私もバッチリキャッチでてっきりあっちでガッチリやってた感じに、シップでこっちもスイッチが入ってまたいい感じに来る。ピッチもバッチリキャッチでスッキリいい汗かいてたところへ何しに来たのか知らんが、あいつをみんなはこう呼ぶ。その名もスカーレット警察。スカーレット警察侮辱罪で現行犯逮捕。なんじゃそりゃだけど、この地域を現在の拠点にしてる。紅茶を卸す会社を起こして、月頭の貧しい住民に仕事を提供。面倒見もよく、そこでは愛されてる人物みたい。欲しいところは以上。面白い人物ね、ありがとう。ナイフ、ちょっとそいつ貸して。チャールズ、あんたのことは大体わかったわ。あんたのとこで扱ってる紅茶の銘柄とかかって、ちょっと教えてちょうだい。あ、大変。おごにゃ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 フェアリークルー、あたいらは最強クルー。所長、あそこで何を話されていたのですか？大したことじゃないわ。ま、いい茶葉を安く手に入れる方法ってとこで、はあ、そのままでは。じゃあ、スッチルの矢でーす。ほんま、姉さんにはいつもお世話になってますんでー、なかなか見どころのあるやつよ。スカーレット警察、それは幻想郷に住むあまたの社会問題へ独自の視点で鋭く切り込む新感覚社会貢献ごっこ遊びである。スカーレット警察出動。